さあはい、こんにちは。素晴らしい笑顔のゆりっぺさんです。あなたのことを待っていました。みんながあなたのことを待っていたよ。続きを読む用意はできていますか？覚悟はできてますか？そんな感じだよね。続きこの物語に対してね。今日は私の一番癖でったらお茶を持ってきたん。モニカ、それはやめてって言ってるで。うん。モニカまた遅刻なの？相変わらずそそっかしいですね。泣きちゃんはギスギスしてまいります。なんですって？まくしたてで私が話すのを邪魔しようとしないでくださいます？何言ってんの？それだと私がいつも邪魔してるみたいじゃん。早速ですね。なんかでもなんで顔をあからめてるのかわかんないんだよね。はい、なんで顔あからめてんの？それはもうこのセリフの時は顔をあからめると決まってる。信じらんねえ。もうなんか狂気を感じる。あとこの横スライド用に左が空いてるのが気になりますよね。ここの空間がモニカが来るんでしょ。はい、モニカが横スライド用の空間が、ね、私が気づかなかっただけ。分かった、悪かったわね。真面目な話、最近どうしちゃったのねえ。お、昨日のことちょっと考えてたんだけど、私って自分が思ってたよりちょっときつい感じだったかも。実際怯えか何かを感じてたというか。でもこれはみんなでやるべきことでしょ。いいやつなら新入部員が入ってくるのも悪くないし、私のことですね。それに今度は女子が入ってきたら嬉しいじゃないか。さよりみたいな。だからさよりちゃん入ってきてほしいですね。あ、ちょっと仲良くなってます ね、はい、なつきちゃん。はぁフラグを立てておる。どうでもフラグを立てておる。自販機の下にある小銭でも探してきたらどうですか？そんな言葉がよく出てくるな。ひっそりとは。いや、まんま言ってるでしょ。もう最近ずっとそうですよ。うわ、はい。まなつきちゃんはご飯を用意されてないって話でしたからね。ちっちゃいつ！もぐ。もぐ。泣いてるぞ。そら泣くでしょ。あら、横スライド。あらじゃないわ。また私が最後だったのね。いや、わざとだろ。またピアノを練習してたんですか？これも煽ってるよ、ね。ね、そうなの。あはは。うほほ。ピアノ大好き。モニカちゃんは意志が強いんですね。ピアノをね。でちょ。はい。あ、ピアノ。この部活を作ったり、今度はピアノの練習だったり。まあ確かにね。意志が強いっていうよりは、そう、これはきっと熱意ね。いや、熱いしね。情熱が文化祭に向けて私をやる気にさせてるんだから。モニカさんの目的は何なの？さて、岡栗くん、はい、今日は何したい？何したいって言われても文芸部をしたい。よかったら一緒に、うん、今日やることはもう決まってますよ。そういえばモニカちゃんと何か一緒にした記憶がないですね。ゆり、そうなの？ないね。で、そうです、岡栗さんは私たち二人で読んでいる小説にもう読みふけていますから、岡栗さんがもう文学にのめり込んでるだなんて喜ばしいことですよね、モニカちゃん。いや、私思うんだけど、私はただ いえ、なんでもないわ。そういうユリッペもモニカの手のひらの上で踊らされているんだぞ。大したことでもないし。うわ、これ裏でカタカタしてますよ。あなたたちがしたいことなら何でもいいわ。そうやって上っ面で言って裏でカタカタしてやったー。今ちょっとすごい顔してましたよ。ユリッペ初めての顔してましたけど。なかなかこう自分に正直なことですね。分かってくれてありがとうございます、モニカちゃん。初めての表情、誰にも内緒でお出かけ。実はその前に一つお願いがあるのですが、先にお茶を入れ、あ、絶対入ってますよ、薬が。一服？構わないよ。一服もりもり？ありがとうございます。美味しいお茶があるだけでここでの読書の時間がより楽しくなるんです。あ、一周目とは全くニュアンスが違う感じが。あなたにとってもユリは立ち上がってくる。同じこと言ってたはずなんですけどね。そうか、うん、俺はその後について、その後についてユリが小さめのウォーターピッチャーを取り出すのを見守る。ねえ、ウォーターピッチャーね、フィルターがついてるタイプだ。あ、麦茶とかを ね見覚えあるのにヒストリースキップできないですよ、これ。この本当だ。これを少しの間持っていただけませんか？わあ、ユリは俺にピッチャーを渡し、さらに棚から電気ケトルを取り出した。これを教卓のコンセントに挿してからお水を入れに行ってきます。はあ、はあ、この前はこれモニカに邪魔されたんですよね。あ、途中でそれ本当に岡栗くん必要みたいな。まあまあ、その作業ね、はい、俺は彼女の動作をただ観察する。驚くことに彼女の立ち振る舞いは喋り方とまるで正反対。足が長いから余計にユリが上品で整然として見える。それではピッチャーをいただいても。あった、ありがとうございます。すぐ戻ります。ああ、どうせなら一緒に行くよ。あ、ここですね。はい、いえ、ここにいてくだち。
あまり時間はかかりませんから。本当に一服盛りそうだな。ちょっと今ガンツっぽさを出してみたんですよ。ここにいてくだち、助けてくだち。ピッチャーもテユリは慌てて教室を出ていった。なぜ慌てる必要がある。あら、またユリに置いていかれたの。またというか、まあ2週目の僕はまあまたですかね。いや、今のはそういうのじゃない。お茶を入れるための水を汲みに行っただけだ。あ、そうだったのね。知ってるくせに。誤解してごめんなさいね。知ってるくせに。モニカに当たり強いですね。怖い。だ、影で操ってる人でしょ。もぐもぐもぐリータ。10分が過ぎた。新しいな。ユリはそんなにかからないと言っていたが、何かあったのだろうか。今一服を持っているんだろうか。待っているばかりも退屈なので探しに行くことにした。さてと。曲が本当だ。ちょっとなオクターブが下がってんですか。なんか水中にいるような感じね。ね、ユリはここから一番近い水飲み場に向かったと考えるのが合理的だ。確かに。俺は廊下を歩き始める。はぁ、はぁ、廊下何かの特訓ですか。はぁ、はぁ、空手の息吹。何の音だ。まさか空手の息吹か。角を曲がったところから聞こえてくる誰かの呼吸のような。やはり。シワンちゃんモニカかもしれないですね。ワンちゃん歯を食いしばりながら息を吸い込むかのような鋭い呼吸。やはり空手の息吹ではこれは。あ、苦しんでるか。苦しい鍛錬ですから。角を曲がった。もう行きますよ皆さん。行きましょう。なんかあんな分かってんすからね。もう僕息止めてるから。ゆり、いつも右手を隠してると思ったけど普通に左手でした ね。利き腕で。そうか。うわっ、あー翻訳されてないですね。ちょ待って、ちょうわー。なんとなく見てみますか。英語でしたけど。あ、お、あー、ないですね。ない。ちょっと我々の英語能力では速読できなかったですね。いやいや、日本語でも無理だよ。まあ動画止めながらやるしかないんだろうけど。言い訳かなんかあったんでしょうか。ただいま戻りました。わかんない。血でも入れてんじゃないですか。お待たせしてすみません。これなかったことにされてる。あ、そういうこと。どうなんでしょうね、ゲーム上では。え、じゃあ前回もそうやってたってこと。どうなんですかね。おかぐりさん、ウーロン茶、ウーロン茶はお好きですか。これおかぐり自身にも影響を及んでるかが問題なんですけど、多分おかぐり気づいてないんじゃないの。及んでますよね。つまり何か影響を、悪い影響を。まあまあまあ、まあ、でも気づいてないと思うよ。わかりました。ユリは電気ケトルの温度を100度に調節した。沸騰する温度だ。次にティーポットの用意ですね。あ、あの普通の気圧の時は沸騰します。なんでその注釈入れる必要が。なんであの山に登った時前提の話を。ずいぶん疑ってる、うん、あ、間違った。ずいぶん凝ってるんだな。もちの論子です。山登ったらもうちょっと早く沸騰するんでしょ。もうちょっとね、もう低めでね、はい、かといって温度的には暑さ的にはあれなんでしょ。そっか、どうなの。いや、わかんないけど沸騰したってことは、うん、でも同じ温度ではないっていう、うん、あ、うん、我々経験した人間ではない。いや、わかんない。鉱山に行かないといけないからね、はい。誰かのためならより一層丁寧に入れないと。俺がお茶のことをよく分かってなくてもか。それより一層。そういう方向をやめませんか。今ちっちゃい本当に濁点が見えた。ああ、そうなんですね。僕がちょっと侵されてるのかもしれないね。神経、これは神経。ドキドキ文芸部に侵されてるのかもしれない。なるほどね。おかぐりだけじゃなくおかぐりショーンもそうですね、このドキドキして切れてるんだと。お、それもそうだな。こっち見て言うのやめろよ。ティーポットを取り出すと茶葉を こんなふざけてないとやってるんですか。いや、すごいですね。パートいくつか10いくつかまで来てね、うん、このテンションでやってるっていうのも辛いもんだって。ちょっと長いからじゃなくて、ね、暗くなる一方よ。そうなんですよ。うん、びっくりすることに鼻歌まで歌い始めた、はい、ご機嫌そうだな。そうですか。いやしいな。わざとそうしてみましたが、あざとい。ちゃんと気づいてくれましたね。前もやりましたけどね。これやったっけ。はい、やりました。少し考えてみたのですが、もう少しだけ自分の気持ちを表に。いや、もうだいぶ出してるよ。大丈夫大丈夫。予想よりも難しいことでもなかった。あ、そうだね、うん、それもきっとあなたがいるからですね。えへ。
そうか。すごくいいことだと思うぞ、うん、ユリ。ただ無理はするなよ。おかげさんはいつも私のことは心配してくださるのですね。とこがとても愛らしい。愛らしいというか愛らしいです。可愛らしいとか、ね、あ、それは愛おしい。愛らしい。ユリの言ったことは本音のようだ。いつまでこの雰囲気がつ雰囲雰囲読めてたよ。読めてたよ。雰囲気が続くんだ。とりあえず俺はユリが二人分のお茶を入れてくれるのを今もる。おう、ユリ、モニカの分は。おかくじさん、もう一つお願いがあります。今日は床に座ってもいい。おー、構わんぞ。なんでまた。そうした方が背中が楽なので。あ、それは俺すごいわかる、うん、すごいわかる。それ腰を、うん、腰がね、言わした人間からすると、うん、背もたれがあるとさらにいいよね、うん、机に前のめりならず壁を背もたれ。いや、そうその通りです。ああそうか、うん、気づかなくてすまなかった。猫背を気にしてるからね。ね、気にしないでください。よく背中が痛くなってしまうので予防。そうね、うん、やっぱちゃんとした姿勢大事。そうなの。なんでなんだろうな。それはおそらく私の猫背、私の猫姿勢のせいか。読書してるときはいつも猫背になってるな。そ、うん、うなんです。これはまあやりましたね。変わってないですね、うん、スキップできないところがね。そうなんですよ。しかも油断ならないんですよね、うん、なんだろう、床に座ってどうなんの、うん、足も傷だらけとか。それじゃあやめようよ。怖いわ。それじゃあ本気出してくるな。本当怖くなってくる、ね、本出して。本気の前に本出して。ドキドキ文ゲームが本気出してきますか。あ、そうかそうか。俺はおいおい、マジになってんじゃねえよ。本気と書いてマジと読む。あ、チョコレートがあるんだった。来たぞ来たぞと。小さなチョコレート菓子が入った袋がある。お茶に合うかと思ってそれも取り出した。俺とユリはそれぞれティーカップを横に壁に持たれて座った。気の合うことに何も言わずとも前回と同じポジションを取り、それぞれの本の端を持った、うん、今回夏希ちゃん4にしてるはずなんだけどな、ね、うん、ただ今回はさらに体の距離が近くなっている。少し見にくいです。まあでもほら、夏希ちゃんは強制エンドされさせられましたから。そっか、はい、もう終わったってこと。彼女は、まあ、どういう扱いなんでしょうね。あと今の見にくいですよ、やっぱりニュアンスが違いました。やはりバレましたか。二人の肩が触れ合う距離までユリが接近してきた。肉薄してきた。この状況でどう読書に集中しようと。反省戦か。ユリって可愛いなと前から思ってはいたが、こうも急に積極的になられては俺が耐えられるか。我々ちょっと耐えられてないですよね。いや、もう彼女の本性に耐えられてないですね。積極的になられるとちょっと。おティーのカップを。おティーのカップは俺のちょっと際どいな。いやでも、うん、いや何も演奏されないですよ。カタカナにOをつけるって本来ないですからね。そうか、日本語的に ね。相手の手でそれを受け取ると俺はさらにコンセントレートできない体勢になってしまった、うん、なんで集中英語に直したの。謝って胸に触れて、もう触ればいいだろう、もう勝手にやってろもう。お前はもうそういうその次元じゃないんだよ。おかぐり、読書するときいつもの懸命な顔つきをしている。きっと意識から周りの世界が薄らいでしまっているのだろう。俺は読書にコンセントレートすることにフルパワーで努めた。もぐり、ぐちゃぐちゃだよ。うん、すごい、ようやく少し落ち着くことができた。俺は足の間の床にティーカップを置き、はいはい、チョコの包みをいじくる。チョコの包みをいじるな。同じこと言いましたね。包みを開けるために一瞬本から手を離す。好きなだけ食べていいからな。あ、それは私は結構です。え、本当か。今糖質制限してるんです。チョコレートを触った指で、あー、なるほどね、うん、ページをよくしてしまう。確かにそこまで配慮が至らなかったよ。ごめんちゃい。チャイ、謝る必要は。ティーです。お茶とかけてる。そうそうです。私が本を持っておきますから、うん、ね。お、そう、ウェって言ってんだよ。いいのか。マチののんこです。この後 CG、 あ、ね、あ、はい、これはね、はい、見ましたね。油断ならんすよ。いや、また目が、いや、でもそれはやっぱ、なつきちゃんの帯得意技ですね。得意技。あれに関しては。さよりの必殺技はチューブラリンで。こら。脳裏に焼き付いてますからね。いや、もう僕なんか編集して何度も何度も見たもんだから。いや、そうだよな。うん、これどうなんのこっから。え？いや、さっきのね、自傷行為が気になるところです。俺の足の上に彼女の左腕がね。うん、何に驚いたの今。左腕ですよ。さっきもうめった切りしてた左腕ですよ。そうかそうか。それならユリは再び読書に完全に集中していた。俺はチョコを一粒取って自分の口にひょいと入れる。そしてもう一粒を手に取りユリの口元へ向けた。ほら、
ユリは見向きもしない、ごく自然な状況であるかのように唇を少し開いて開けているだけだ。だがここでやめるわけにはいかない。男をおかぐり、俺はためらいながらも彼女の唇の間にチョコを置くと、ユリはそのまま唇を閉じ、それを口の中に収めたイートインです。ユリの表情が突然崩れる。いい、今私イート。今のでいいことを俺に確認するかのようにユリはこちらを見る。 Look for me。 インって言ったから本当にイートインって言うのかと思った。イートインです。おめっと、おかゴーリさん、ああ悪い、やるべきじゃなかったか。曲が、これはめくるめく恐怖のタイミングの予感が。ああ行くぞ、息を止めるわ。突然ユリは強引に俺の腕をつかみ、立ち上がらせるようにものすごい力で引っ張り上げた。反動でティーカップが倒れ、おかぐりさん、心臓の高鳴りが止まらないんです。おかぐりさん、ハービー落ち着くことができません。もう何にも集中できませんえん。感じますか、おかぐりさん、大地の鼓動、アース。ユリは突然俺の手を自分の胸に押し当てた。どうしてこうなんでしょう。本当に大地の鼓動です、ね、噴火が起きそうです。頭がおかしくなりそう。止められないんです。目が読書する気もうせるほどに。ずっちょ見ていっちゃい、あなたを。顔が、あなた、呼吸をやめて、息吹をやめて、空手の息吹をやめて。ウェット、あのティーカップ倒れたからウェットですね。ウェット。あ、そろそろ詩の読み合いを。はい。床がベタベタだからスライドしてこれなかったわ。アップねー。夏木をもう一回見るの。まだ夏木は選択肢にあるのも驚きですけどね。どれか行きます？じゃあ夏木行きますか。夏木ちゃん行く？また怖いよね。マグ。あ、まあまあね。まあまあ。まあそうね。昨日と同じくらいの良さね。あんたがどれだけ書き物に熱意があるのかわからないけど、まあまあできてるんじゃないか。ユリ以外とはそんなに一緒に過ごしてないけど、それでも全員で同じ課題に取り組んでるのっていいことだと思うわ。昨日だからあんたもしっかり頑張りなさいよ。昨日ってと言っても私は部長でも副部長でもないけど、でもだからって期待を裏切るんじゃないわよ。とにかく今は私の詩を読みなさい。言っておくけど、この詩は私にとってすごく大事なの。だからちゃんと読みなさいよ。これ以外に伝える手段が思いつかない。でも最近心配していることがあるの。ユリの様子がおかしいの。あんたはまだ来て数日だから違いがわからないかもしれないけど、普段はあんな子じゃないの。いつもは落ち着いてて礼儀正しくて親切で、そんな感じの子。これを言うのは恥ずかしいんだけど、勇気を振り絞って打ち明けるわ。本当はあいつがとにかく心配で仕方ないの。でも直接話そうとしてもきっとまた怒られるだろうから、どうすればいいのかわからない。今はあんたの言うことしか聞かないと思う。なんでかはわからない。でもお願いだから何とかして。あんたなら心療内科にでも行くように説得できるかもしれない。ユリとはもっと仲良くなりたいってずっと思ってたから。こんなことになって見てて辛い。こんなことを打ち明けて後悔するだろうけど、今は何でもいい。とにかく無力なの。だから何かできるならお願い。あいつに何かあったら嫌なの。カップケーキならいくらでも作るから、お願いだから何とかして。あとモニカはなぜかこのことに否定的で、何もしてほしくないみたいで、だからあんな奴には頼めなくてあんたを頼ってるの。
絶対にあいつにこのことがバレないように。とにかく私がすごくいい歌を書いたようなふりをしてて頼んだわよ。ここまで読んでくれてありがとう。めちゃエコやんけ。なるほど、本心の手紙。あ、バレてますね。あ、画面、あっ、気が変わったわ。と、いや、これはバレてますよ。今読んだことは全部忘れて。お、何をしたって無意味だもの。ユリが嫌われるのは自業自得だし。聞こえてるの、オガフリ。モニカともっと一緒にいれば何も問題はなくなるのに。あんたみたいな素晴らしい人に私やユリみたいな狂人は不釣り合いだから、これからはモニカのことだけを考えて。モニカだけ、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 モニカ、モニカだけ。選択しないじゃん他に。だからもうバレてんのよ。あ、え、終わんの。あ、ジャストモニカ。わあ、うえー、ユリ行きますか。これスキップしてみる。まあユリちゃんでしょうね。ここであえてモニカに行かず、やっと、ウェヘヘ。ユリは歌を顔に当てて大きく呼吸しだした。大好きです。台無しだよ。この歌の全てが大好きです。その孫悟空やめろよ。え、大好きだ。おけぐんちゃん、これを家に持ち帰りてです。おめえ強えな。譲っていただけませんか。お願いします。ああ、別に構わない。それが大好きだと、うん、えへへ。あなたは私に優しすぎます、おけぐりさん。あなたほど優しい方を私は知りませんよ。私死んでしまいそう。あー、いえいえ、冗談ですよ。ただ何と言えばいいのかわからないんです。こんな気持ちでいてもいいんですよね。いいんだよ、悪いことでありませんよね。ユリは胸元で俺の詩を持つ。この詩は家に持ち帰って部屋で保管します。私が持ってると思うとあなたも嬉しくなるといいのですが。押し付けがましいな。大事にしますから。何度も読み返しながら自分を感じたりするのです。そしてこの紙で切り傷を作って、そこからあなたの油を私の血流に取り込むのです。油で合ってる。合ってると思います。レレ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 。あなたにも私の詩を差し上げます。どの道読めば絶対に欲しくなりますから。ほら、受け取ってください。もう待てません。早く読んで。あ、これはもうネクロノミンコだよ。これちょっと頑張って読んでみますか。た、染めろ、か、ねえ、つぎ、あ、アシュラ、うん、ガハン、うん、ファーナ、ちょっ、読めそうで読めないですね。セコイ、テライト、セトラ、トト、バター、スインレート、フフタ、下の方行きます。サタンとか、あ、ありますね。テライトみたいな。ハイカーってありますけど、これはあの俳句読む力ですか。ハイカー、あ、そうです、グレートハイカーです。火がつくんですね。これはどう、何文字ってあるのか、重ねてんですかね、ずらして。そうだろうね、そんな感じはしますね。ホルター、ホタルか、違う。バレッチャラ。君の気持ちはよくわかった。うわ、あ、どうでしたか。あなたのために書いたんです。念のために解説すると、この後はシーゲルド・インディウェス・フィンツ・ウェル・アガボ・デ・ウェバー・デス・2分の1アゾノ・パーセント・ダイ・ズヌ・ズエン。それに私の匂いをたくさんつけておいたんです。ほら、私って最も思いやりのある部員だと思いませんか。わっ、修正入りました。私吐きそう。トイレ行ってこい。素直な子だ。すべてモニカの手のひらの上さ。モニカだけを。おかぐりくん、さっき見てはいけないものを見てしまったと思うんだけど、直球。いいえ、私は見てはいけないものを見ていません。あまり言いたくなかったけど、こうなれば仕方ないわ。最終手段の大ボスだ。ユリとあまり一緒に過ごすのは危険よ。わけはわからないけれど、あなたがいると興奮しやすいみたいなの。気のせいでは。それ自体は問題じゃないはずだけど、確かにね。それも、いや、でも問題だと思うけど。でも、ユリは興奮しすぎると、どこかに隠れてポケットナイフで自分を切りつけ始めるの。知ってんなら止めてくれ。ちょっと狂ってると思わない？いや、だから止めてくれって。しかも、
コレクションでもあるのか毎日違うものを学校に持ってきてて、ああ、そのあの子が鬱だからとかじゃないわ。鬱ということ言うな。そうなるとハイになれるみたいなの。あ、ランナーズハイ的なね。なんというか性的なものを感じるのかしら。そこまで分かっていながら、とにかくあなたがそのきっかけみたいなの。え、ワイですか。あなたのせいと言うつもりじゃないわ。うん、でもそれが理由であなたには説明しておきたくて。うん、だからあの子とは距離を置いた方がきっとあの子のためよ。まあそうかもな。その分空いた時間で私と一緒に過ごしてもいいのよ。端的に言うとモニカちゃんは僕のことが好きなのかな。控えめに言うと私は精神的にまともだし部員の扱い方も心得てるから。これは控えめに言ったセリフよ。控えめ精神、いや、あんたがもう他人の精神を奪おうとしてるだろ。それより、うん、何より、あなたの死はもう奪い取られたから見れないよね。そうね。ゆりったらせめて読み合いが終わるまで待っててくれればよかったのに。うん、まあいっか。いいのか。あの子がそれで幸せなら止めないわ。いや、もうえまい。私のはね、見せていただこう。この詩、すっごく頑張ったから、その、印象的だといいんだけど。どうぞ。行くぞ。おう。あ、ちょっとブラウン管があれっす。ちょっともうびっくりした。砂嵐が、ちょっとやばいですね。あの、深夜2時以降のテレビですね。そ、試験放送。パー。何？なんていうか、この詩の書き方を間違えてしまったみたい。プログラム的な話ですか？私はただ、なんでもないわ。この話はやめましょう。うん。あ、どういうこと？あ、どっちですか？この話をやめるかやめないかってこと？はい。はいなの？いや、わかんないけど、こういう時はいでしょ。あ、はい。この点をよく見ててね、このことですか、これですか。何？じゃあ皆さん行きますよ。昔こういうインターネット画像が、あ、愛してる。ああ、うん、お、え、ああ、よし、みんな、え、え、え、一回終わりますか。ショーの喉も限界みたいなんで、はい、セービング。